1990年まで毎日新聞に連載され、1990年に毎日新聞社から単行本が出版された。1993年に新潮文庫版が出版された。映像化もされている。本作はそのあやこが初めて手がけた犯罪小説である。1971年に群馬県で発生した。 婦女連続暴行殺人事件が題材になっているほか、1988年から1989年に発生した東京、埼玉連続幼女誘拐殺人事件の影響も伺える。本作は推理小説ではなく、犯罪の全貌が時系列に描写されており、逮捕に至る過程も比較的あっさりと扱われている。しかし、警察による事件の解明や、 裁判の過程で犯人のうのう夫と、ふじおと知り合った畑、畑幸子そして被害者たちの人間関係や葛藤が克明に描かれている。なお、題名の天井の青は作品に登場する、朝顔の品種の名前である。英語版、ロシア語版に翻訳された。湘南の海近くの自宅にいて、庭の朝顔を手入れしていた、幸子の前に車に乗った男性が現れ、 朝顔の種を分けて欲しいという。冬になり、うの藤男と名乗るその男性は再び現れて種を受け取るが、それ以降は、雪子と付き合うようになる。しかし、藤男は、女性と関係を持っては殺害し、遺体を埋める、殺人まであった。藤男は、殺人やレープを繰り返す一方、その度に雪子の元を訪れては、優しく接する。やがて、 藤男は逮捕され、雪子も様々な形で事件を知らされることになる。裁判が始まり、雪子の取った行動は、石松義弘の脚本でドラマ化され、1992年にフジテレビ、妻たちの劇場枠で放送された。2020年1月29日に、DC エンタテインメントから DVD 発売された。井上由美子の脚本でドラマ化され、 NHKBS2、NH BS, BS サスペンス枠で1994年12月12日から15日まで放送された。総合テレビでも1995年5月13日と20日に土曜ドラマ枠で放送された。1994年度文化庁芸術作品賞受賞。新潮文庫版下巻巻末の福田博士年の解説より文化庁。 現代日本文学の翻訳、普及事業ハット TC エンタテインメント、文化庁芸術最章受賞一覧昭和61年度、平成7年度、文化庁。ありがとうございます。